小型モビリティは特定小型原動機付き自転車やペダルを漕がなくてもモーターのみで走行できるペダル付き電動バイクなどです。研修会には岡山県の各警察署から自転車小型モビリティ対策の指導員らおよそ80人が参加しました。去年7月に改正し、来月からも改正される道路交通法の内容を理解し、小型モビリティの操作や性能について知ることで、適切な取り締まりを行うことが狙いです。岡山県警によりますと、今年に入って特定小型原動機付き自転車の人身事故はありませんが、交通違反が7件あったということです。これから増えてくる可能性のあるですね、小型モビリティ、皆さんに正しい交通ルールを理解していただいた上で安全に利用していただきたいと、そのために、警察官の方も定められた指導について、これから学んでいきたいというふうに考えております。